ラルフ・デ・レオン・ゲレーロ・トーレスは、北マリアナ諸島のサイパン島、ガラパン地区出身の第9代北マリアナ諸島知事。政党は、共和党。第8代知事エロ・イーノスが亡くなった後、第9代知事に就任した。トーレスは1996年に、ボイジー高校を卒業後、2001年に、ボイシー州立大学で、政治学の学士号を取得した。2004年に、 兄と共に弁護士事務所、トーレスブラザーズで働き始めた。妻ダイアン・メンディオ・ラトゥデラとの間に子供が6人おり、茶ャ系の血を引いている。2008年、トーレスは北マリアナ諸島会員の選挙で勝利。翌2010年、北マリアナ諸島上院議員の選挙で勝利した。2010年から2015年まで厚生委員会の委員長を務めた。2013年2月に、 上院議長に就任した。2015年1月12日に副知事に就任した。現職の知事エロイーノスの死後、トーレスは2015年12月29日に北マリアナ諸島知事に就任した。憲法に従い、上院議長のビクターホ、ックが副知事に就任した。2016年、トーレスは銃の購入に1000ドルの物品税を追加する法案。 広報19から42を承認した。これは2016年当時、アメリカ合衆国での重販売にかかる最高額の税金だった。しかし、この課税は合衆国憲法に従って違憲であると裁定され、合衆国地方裁判所によって条項が破棄された。2018年2月、週刊誌、ブルームバーグビジネスウィークは、トーレスと彼の家族が香港を拠点にカジノなどの 経営を行っている企業インペリアルパシフィックインターナショナルから数百万ドルの金銭を受け取っていたと報じた。2019年11月7日、FBI がインペリアルパシフィック社とトーレスの事務所をマネーロンダリングや違法な政治献金疑いで家宅捜索したと報じられた。この報道を受けて北マリアナ諸島会員の一部の議員グループはトーレスの弾劾を求めた。 ありがとうございます。